皆さんこんにちは、翔です。よろしくお願いいたします。手頃で、地獄楽コラボですね。はい、今まさに来ていますけれども、ある程度ねキャラの性能が判明してきて、自分でもなかなか使うことができたのでね、考察動画をやっていこうかなと思います。はい、まあバチバチ使ってきましたよ。今回はですね、まあ鳥獣神祭とのコラボということなので、まあ一番最初にキャラ3体今回ガチャゲン出てますので、そのガチャゲンを1体ずつ評価の方を話していって、最後にまとめ、その後にまあこう最近のガチャの傾向だったり、そのコラボキャラの傾向だったりについて、まあちょっとお話ししていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、これで1体目ガビマル。はい、ガビマルですね。まあ性能はね、最初の使ってみた、まあ、倍率とかをね、全然知らないっていう中使ってみた、撮ったんですけれども、まあその段階からかなり強さは感じていまして、で効果をちゃんと知ってどういう性能なんだろうっていうのを理解して、まあその後ね近畿深淵だったりとか、まあ他の使ってみたり使ってないクエストとかでも使ってみたんですけれども、あ、これ強かったね。うん、これはまあ文句なく強いって言っていいと思います。はい、それぐらい性能がやっぱりね、その他の今回出た2キャラ、まああとここ最近出てるコラボキャラの中でもあのかなり優遇された性能をもらっているんじゃないかなと思いますね。これでさらにね、まあ、のリムルだったり、ああいうぐらいその今の環境のあのやばいところをぶち壊しただったりとかの実績さえついてくれば、本当にコラボキャラの中でも評価されるようなスペックになってると思います。まあ詳しく言うと、まあSS かな、全部 SS だと思いますね。2段階目の SS が約 1.8 倍で、減速緩和がついて、一定期間玉向こう、まあ、無敵化がついて、で、ファイアイーターか、はい、がつくんですよね。でプラス 20% ぐらいの割合が、全体に入りますよと。はい、なんでまあおまけに割合がついているっていうね、 20% だけのやつもいたり 20% 以下のやつもいる環境の中で、こんだけやれることをやって、さらにおまけで割合がついているっていうぶっ壊れ具合ですね。はい、でかつ今言った効果が次自分が動くまで効果が、継続する、まあ、2段階目ですよね、ものになってますので、まあ、そこが強いかな。うん、なんで、まあ、あの過去にバナージみたいな、まあ、バナージオールアンジとかもついてましたけど、だからちょうどいいラインですよね。まあ、バナージみたいなやつをはめちゃうと、まあ、本当にあいつがぶっ壊れ、もう一体だけ無双するみたいな状況になっちゃうんだけど、あれ以上の SS ではないんだけど、割合っていう高難易度で使えるところもついてて、でオールアンチって部分がないから壊れすぎってところもないんだよね。ちょうどいいラインにしてはめっちゃ強いですけどね。めっちゃ強いと思いますね、うん、っていう SS を持っているキャラでございますと。うん、で火力上げる要素もめちゃくちゃあるんでね、アビリティにね。なんで、まあ、そこも相まってこの倍率を持ってくるっていうと、まあ、高難易度の殴り役にもなれるし、削りが難しいってところでは割合役にもなれる。で、火ダメが大きいところでも、無敵化で解除できると。ただね、あのダメージを受ければ受けるほどとか、そういうところとはちょっと相性が悪くなっちゃうんでね、そこだけ気をつけてほしいんですけれども、まあそういうところが、強い点かな。うん、まあ弱点が出るってことはね、そんなに多くはないんで、まあそれ全然いいと思いますね。そしたら打たなきゃいいだけの話なんでね。はい、っていうのがまあ一番強いところかな、ガイマルの。であと意外とね、やっぱ友情が強かったですね。うん、友情が強かった。もう見慣れた友情コンボではあったんですけど、さすがに強いね。さすがに強かったですね。この倍率が全部乗ってきたって時もそうですけど、まあ元のスペックが高いだけあってね、あの友情がこういうパターンの時は割と抑えられることが多いんですけど、友情コンボもね、やっぱ強い側の、キャラとして君臨できるかなというところですね。はい、じゃあまあ強さは分かりました。じゃあその次、使う使わないのお話にちょっと移りましょうか。はい、重力ダメオがね、非属性ね、まあ既属性のクエストか、既属性のクエストに、今回のガビマルとかの非属性が行くっていうクエストで、重力ダメオが多すぎんだよね。うん、実装されたキャラもとんでもなく強いところがいっぱい出てきて、エースでアルスラン反射、あとスキッティ、まあ、スキッティはこの中で言うとちょっとあれだけど、グングニル、でロイ・マスタン、グミカエル、ミカサルミンみたいな感じで、非重力ダメオってところがめちゃくちゃ増えたんだよね。で今言ったキャラたち全体的に全部強いっていうイメージがあると思うんだけど、これなんでかっていうと、クエストにちゃんとハマってるんよね、こいつらね。ロイヤーマスタングとミカサアルミに関してはほんと直近のクエストですけど、この辺はそれがあったおかげでやっぱ強いっていう今ね評価になってると思うんだよ。うん、で今言ったやつら多分大体がね、まあ、重力ダメオのところで しっかりハマっているキャラなんですよね。って考えると、まあ、重力とダメオっていうクエストではもうしばらくはないんじゃないかなと。まあ、仮にあったとしても重力ダメオっていうと今みたいな強キャラがもう根こそぎ強キャラがね揃ってるので、まあ、代用ができちゃうと。はい、じゃあガビマルお前強いって言ってたけど重力ダメを使わないならダメじゃんってなるかもしれないんですけど、ガビマル4アンチャンでございます。はい、これに加えて、まあ、減速神魔法陣持ってるんですよね。
これはね違う、さすがに。でも最近のクエストも3アンチャービー求めてくるのは当たり前になってきますし、で通常キャラとかでも普通に3アビ4アビ持ってくるんで、アンチャービーをね。なんで、まあ、今後この時代がもう変化して、まあ、変化したと言っていいかな、3アンチャービーほぼ必須ギミックになってくるよっていうね、お知らせが前回の近畿新編でまあお知らせみたいなもんですよね、あれはね、もう入ってきたと思うんだ。なんで、まあ、重力ダメをプラスなんか、まあ、今回でいうロイマスタングミカサアルミみたいなハマり方で、重力ダメを魔法陣、重力ダメを原則壁っていう線もあるけど、まあ、重力ダメをっていう組み合わせがもう相当多くなっちゃったんで、どちらかというと魔法陣原則何か、もしくは魔法陣原則だけとかの方で、今後活躍があるとしたらそっちに入ってくると思うんだよね。ってなると一体私すごい嬉しいことがありまして、イエガーエレン・イエガーが魔法陣原則なんだ。で、まあ、魔法陣原則非属性っていうとまあ強いやつめちゃくちゃいるんだ。ただ貫通タイプ芝居てみ、じゃあ貫通絶対無理ですみたいなクエストにしてほしい、であればファウスト、エビス、この辺りのヤバいのも全部いなくなり、反射タイプはガビマル、エレン、ヒミコ、その辺りだけになるんだよね。ってなるとよ、さすがにあってもおかしくない。でこんだけずっと不遇だったり、まあ、弱いとかカスとか言われてたあの進撃コラボだったり鋼の錬金術コラボ、まあ、カスっても性能は強かったですけどね、性能はめちゃくちゃ強かったんだけどハマるところがないっていうキャラたちがいっぱいいたと思うんだよ。で今回みたいにハマってエレンとかが返り咲いてくるんであれば、一緒に巻き込まれてガビマルっていうのも全然あっておかしくない。マジであると思うよこれ。マジあると思うんだよな。でウィンドなんて出てきちまった日にはエレン全対応でしょ。でウィンド引き込まれる、わーレーザー来たーってなるじゃん、ガビマル無敵ですと。はい、なんかそういうのイメージするのが一番楽しいんですけれども、あのガビマルエレンっていうのはちょっとワンチャンあってもおかしくないんじゃないかなというふうに思ってますね。まあそれぐらい今後出てくる4アンチャービっていうところはそういうメリットがあるよねっていう強さがありますよね。で4アンチャービなんてもらった日には、まあ、まだまだね多いとは言えないぐらいしか出てないので、ある程度他のスペックっていうのは抑えられるようなシーズンなんだよね。でその中でもガビマルっていうのは4アンチャービもらいつつ、めちゃくちゃ火力が出せると、かなり優秀なステータスをもらってるっていうのが今回強いところ。今めちゃくちゃね環境のトップにいるってやつでもやっぱ3アンチャービなんてザラなんで、4アンチャービで同じことできますかって言われた時にガビマルはやっぱトップ層に入ってくると思うんだよね。なんで今後3アビっていうのが必要になってきた時に組み合わせがむちゃくちゃあるじゃないですか。なんでそこで4アビ持ってるっていうとどのパターンかがハマればいいってわけだから、まあかなりメリットがあるよねっていうところだね。はい、なのでまあそこかな。そこで使って欲しいね、使えて欲しいっすねガビマルはね。まあこれだけのスペック持て余すってことは多分ないと思うんだよね。現状でガビマルのおかげで楽になったってクエストはあるけど、正直まあ他のキャラで言っても楽になったってところだよね。近畿にしてもまあ他にもいっぱいいますし、で未開にしてもね、ウボササラアルファとかが出たところでハマってますし、まあ別にあそこを壊すっていうのはもう壊しきったクエストですからね、適性が増えたって言われてもあそこで終わってほしくないキャラなんで、まあ俺はあってもおかしくないんじゃないかなと思ってますねガビマルは今回の中でも特に。はいはい、じゃあ今回からね、まあ、身の話とかもちょっとしていきましょうか。でね身についてるんですけど、俺最近すごい思ってることがあって、即必殺の取られる率やばくないですか。俺最近すっげえ思うんですよね。結局 SS っていうのの打つところ、まあもうそのクエストによるよ、中ボスとかが難しいクエストだったら中ボス戦もちろん打ちたいしっていうのはあるんだけど、こういう自強化系の SS でかつ効果がついてて使いたい部分が多いやつとかに関しては今回のガビマルみたいには即殺ありだと思うんだけど、結構やっぱ例えば適性が出てガビマルガビマルガビマルとかガビマルがエレンガビマルエレンとかで組むクエストが来ましたみたいになったとするじゃん。ってなった時にその同族だったり激死だったり戦型だったり全部一緒じゃないですか。まあ同族だったりは違うけど、同族も一緒か。でってなってくるとちょっとやっぱ過激優先しちゃうんだよね。でやっぱその同撃同命撃即殺とかになってると同撃速がないじゃないですか。でもう一体の方で取るみたいなのして、そうすると同撃速撃撃撃命撃とかになって、あ撃撃速がないやつって次のやつで取るで9ヶ月つけれないみたいな、それがあるおかげでね最近即殺めっちゃ取るんよね俺。
あのコーナー色とかやるってなった時に、うん、で結局参加劇が制限なってなってきたんで、俺ちょっと今後速殺の優先度下げようかなってちょっと思ってますね。ただ一個気をつけてほしいのはバフとかあのクエスト内でもう2回使いたいですっていうのが明確になったりとか、ネオとかみたいにまあいろんなとこ使っててオールランチが必須級になってくるような、ああいうね速殺ありきのキャラは別として、こういうなんか一発ロスで打ちますみたいなキャラに関しては俺も過激厳選でいいんじゃないかなって最近思ってきましたね。うん、だってこれ2回打たないでしょ正直。うん、これでアクセルがあって一発目早く打って2回目打つのに、まあ早いよみたいな、1回目は早めに打てたからみたいになったら分かるけど、まあガビマルはどっちかというとアリ側なんですけどね、うん、結局ねアリ側なんだけど、まあちょっとその過激三種っていうのをもう少し意識しておいてもいいのかなっていうふうに思いますね。あとは今後どういうふうにハマるかっていうのをイメージして、それこそエレンを意識するならエレンと一緒に共有できるような身をつけたりとか、そういうのをもうちょっと意識しておいた方が今後その厳正のし直しっていうリスクが減るかなっていうふうに思ったんですよね。だから今回ホムホムとかめっちゃ思ったんよ。うん、まあ即殺別になしではないけど、結局過激の恩恵のスタインで過激の厳選し直したりとか、うん、すごい多かったっすね。でロイマスタングとか、まああれはちょっと例外ですけどね、怪我減り全員につけるっていう例外がありましたけど、うんですね。はい、ってな感じかな。で戦型に関しては行かなくていいっす、行かなくていいと思います。あのハマったら行けばいい、うん、戦型があることでめちゃくちゃ変わるっていうクエストに別にまだハマってないんで、近畿深淵の集会に無理やり入れてるって人くらいかな、戦型行った方がいいのは。それ以外は今のところ行かなくていいと思いますね。タイミングがタイミングだし、今後モンドリでどんどんつけたいやつが出てくる可能性もあるんで、今行かない方がいいと思いますね。ハマったらモンド無用で行っていいと思います。うん、好きだったりしてもモンド無用で行っていい、当然ね、ここは当然だけど、はい、ってな感じのキャラだと思います。はい、ってのがガビマルね。で次サギリ。はい、サギリはね面白い性能でしたね。最初使ってみた、まあ動画上げなかったんですけど、まあちょっと優先したいね EX の動画とかあったんで上げなかったんだけど、使ってはみたんですよ。で動画も実は撮ってるんだけど、別にあれね弱いから出さなかったとかじゃない、他に出したい動画があったから出さなかっただけなんだけど、まあ出しすぎてもねみんな見れないと思うから3本ぐらいにしようかなと思って EX を優先しちゃったんだけど、うん、でこれ使った時もね結構んなんだこれってずっとなってたんだけど判明してますね。はい、自強化倍率がまず 1.8 倍、2段階目で、はい、で斬撃部分が割合らしいですね、うん、割合らしい、うん、なんかやたらんってなったことが多かったんですよ、うん、なんか違和感を感じたんですよね。削って弱いのか、いや弱くないのかみたいなのがすごいブレてて、で分かりました、割合だったらしいです、あの斬撃の部分が。敵に触れるたびに斬撃を放つっていう SS なんだけど、この触れるたびになんかジャジャってやるんだけど、そのザザの部分が割合らしい、1回1回、うん、で一応どうやら上限があるみたいなんですけど、まあ、やってみた感じ上限はいかない、いかないと思った方がいい、うん、だからまあ普通に殴るたび斬撃でパパってやる、 1% いかなかったぐらいかな、うん、なんで、まあ、1回殴ったら 1% ぐらいで考えといた方がいいと思う、うん、だったかな、うん、で最後にズバッってやつ、あれに関しては 13% ぐらいの割合が2段階目だと入るみたいですね。はい、なんで割合に関してはね正直そんなに大きくない、うん、まあ 7-8 回殴って、まあ、7-8% 取ってで 13% が乗ってきてやっと 20% みたいな感じの、割合で考えた方がいいと思いますね。まあ綺麗にまた手感真横感とかでやるならもっと 25%30% っていく可能性はあるんですけど、うん、最後のズバッのところが 20% とかだったら強かったね。13.5 だったかな、14だったかな、まあそれぐらいの数値なんですけど、そんな大きくはなかったんだよね、うん、だからまあ割合にしては、まあ、割合の中ではちょっと弱めの割合になってるっていう感じ、まあ十分強いですけどね、うん、はい、ってな感じかな。はい、でね俺がやってて思ったのは友情が強かったね。俺これ正直友情めっちゃ弱いと思ってたんですよ。あの組み合わせ自体でまあ別に弱くないかなぐらい、うん、だと思ったんだけど、想像以上に出したね。うん、バイタルと友情ブーストが両方乗ってくるっていうシーンだと、めっちゃ遠くからこの敵にバーって3体分行ってみたいな、ゾーン当たった日にはボスいなくなるみたいなね、結構それがあったんで、あーこれ意外と友情強いなっていう風に感じましたね。なので中には遊撃とか行ってる人もいるんじゃないかなってぐらい友情は、かなり魅力的な威力を感じましたね。うん、なんでまあそこはどうなのかなっていうところですね、はい、まあ、過激に寄せるか遊撃に寄せるかみたいな感じ。はい、であとまあ SS がいいね。うん、その SS がいいっていうのはその割合の部分がめちゃくちゃ削ってくれるねとかではなくて、やっぱ超アクセルが強い。あのね、超 SS ターンアクセルっていうね、アビリティがマジで最強アビリティなんですよ、あれ。あれ1個の最強アビリティで、マジで俺ドレイン渾身に並ぶと思ってるんですけど、まあヒットポイント 80% 以下の時に SS が2ターン短縮する。バカかと。本当に。バカすぎるでしょ。難しければ難しいほど、もうね、ヒットポイント 80% なんで常に切ってる状況になりますし、
今回のこの近畿深淵みたいに運ボのね効果が発動しないとかになってくるとヒットポイントをさマップまたいだ時も 50% しか回復しないじゃん。そういうクエストが今後増えてくるんであれば超アクセルってマジ常に発動するレベルなんだ。マジで強いんですよ超アクセルって。だ今回20プラ4だったっけこの SS ね、かなり長めの SS にはなってるんですけれども、まあ気づいたうちに溜まっているってことが多いと思いますね。まあ現環境で俺が使ってみたところもそうだったんだけど、かなり古いクエストにしかまだハマってないのでね、そこに無理やり使ったって感じだったから敵が弱くてね全然ヒットポイント 80% 以下にならなかったりしたんだけど、これ実際にどっかで活躍の場所がもらえてとか、であとまだ来てない天魔とかねとかで、使ってみたとかなるとやっぱ 80% でずっと切ってると思うから、そういうクエストに関してはもうすこぶる強いだろうね。だ現環境で今使うってなったら、まあ、天魔7とかになってくるのかな。ああいうところだったら火ダメも大きいし、まあその削りがやっぱめんどくさいんでね、弱点移動させてとかからなんで、ああいうところを無理やりねその割合の部分で削るっていうのはまあめちゃくちゃ強いところですよね。なんでそういうところがなかったら今の段階だとっていう感じになってるのかな。ただアクセルはマジで強いよと。でじゃあ次使うの方に、使う使わないの方に行くんですけど、使う使わないの方は難しいね。しばらく待機すると思います俺は個人的にね。なんでかっていうと、まあ、地雷転送壁待ちだと思うんですよ。このキャラのアビリティのところで相当してほしいんですけど、まあ、地雷ブロックだともう薬も反射がいるんよ。無理、絶対何がどうあっても無理です薬もに勝つのは。はい、なのでもう薬もには勝てないと思うんですよね。なんでもう結局その薬もがハマるクエストっていうのを今から高難易度で薬ものために作るクエストっていうのは出てこないと思ってて、なんで活躍の可能性も低いし、あったとしてもやっぱ薬もに場所は取られてしまうかなっていうところになってくると思うんだよね。で、かつそのブロック転送のところかな。でブロック転送のところでも貫通の薬もがいるんよ。だブロック転送はちょっとありそうなんだよね。デネーブとかオリョウとかがいるんであってもおかしくないんだけど、まあでもそのやっぱ結局ヤクモがね貫通ヤクモってところも強いし、その友情が強いって言った部分もそこで取られちゃうし、ね、あの殴りって部分も弱点キラー M の貫通ってところで取られちゃうし、まあ、そこが反射って制限がされたらね、どっかで活躍はあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと考えづらいよねってところだよね。ってなるとやっぱ地雷転送を待たなきゃいけないと。で地雷転送は今ね全くいないですキャラで、ガチャゲンに関してはもういないんじゃなかった、一体いたかな、いなかった気がする。さっき相当した時にいなかったレベルだと思うので、まあ、それを待つことになりそうな気すんだよね。でこれがね最後ズバンが全体 30% とかになってたら、それ要因で連れていくとかもしかしたらあったかもしれないんだけど、これ要因で連れていくにはちょっと SS が使いづらいかなっていうことがある。ギミックを無視してまで行くような SS ではないかなって思っちゃうんだよね。なので、そうね、ちょっと待つかな。ただハマったらバッチバチに強いと思います。めちゃくちゃ強いと思う。火力も出せるわ、割合やれるわ、友情出せるわ、超スピだわで、めちゃくちゃやりたい放題できると思うんだけど、ハマるまでが遠そうだなっていう風に個人的に思いましたね。はい、故に、戦型はいりません。現段階では俺個人的にいらないと思う。まあ、超スピを前提とした性能、要はやっぱ超スピの方が殴れるんでね、そこで割合の回数増やせるって部分で前提なんだけど、誰削るのっていう話ですよね。本当誰削るのっていう話になっちゃうんで、そのまだねハマってないんで、ハマったらでいいと思いますね。まあ本当に前だったのもあるんでね。でここに関してはまあ過激化速殺かな。速殺結構アクセルあるからいらないって思うかもしれないけど、逆ですね。アクセルで早い段階で溜まるんで、ボスに入る前の中ボスとかで速殺プラスアクセルで1回打てるんだよね。でそこで1回打っちゃってボスモデルに溜まり直すってところをまたアクセルで溜めていくっていうようなキャラなんで、つけても別にいいんじゃないかなっていうふうに俺は思ってますね。もし一発しか打たないよっていうクエストで使うんであれば、速殺は逆にいらないですね。全くいらない感じになるんだけど、まあ要はもう使うところ次第に感じになりますね。だから俺は過激三者にします。速殺は必要になったらつければいいと思うんで、はい、ってな感じですね。はい、じゃあ次アザチョウベイ。最後ですね。まあとにかく SS ですね、アザチョウベイは。本当に SS だと思います。底力、超バラ、超枚水 M だっけ、 L だよね確かね、超枚水 L の、3つが全乗りの SS 追撃って部分に、割を持っていかれてる SS キャラだと思いますね。ただ全部が理想に出て、出すとまあ強いで、隠し仕様で闇属性に与えるダメージが上がるみたいなのがあるらしいんですけど、まあ確かに闇属性以外に打った時ちょっと残念な感じになっちゃったんで、だからこれねめっちゃクエスト選びます。本当にクエスト選ぶ。
マジで選びますね、これに関してはね。で、超マインスイーパー L が前提にされてるのが結構きついなって俺は思ったんですよ、うん、使ってる感じね。だからボス戦入るアザ超ベースターとまず雑魚処理するの段階で地雷が消えるんですよ、うん、で、地雷が出るクエストだったらいいですけど、地雷が出ないクエストだったら地雷の再調達できないじゃないですか。で、これ地雷を4つ持ってても全部の追撃にこの地雷が乗るってことはないんで、判定につき1個使うんだよね、確かあれ。なんでマジでこの超枚数 L が前提になってるせいで地雷クエスト以外では使わないみたいなキャラになっちゃってるね。うん、だから怖いんすよね。まあでも開幕で言うとは問題ないよ。超枚数 L なんで結局地雷を4つ持ってスタートできるから、そこはすごいいいところだと思う。ラミエルにはならなかった、めちゃくちゃいいところだとは思うんだけど、うん、ただちょっとね、そのどれかかけると弱いっていうのがあんま好きじゃないんですよね。そもそも俺底力大っ嫌いなんで、底力無理なんですよ無理で、今回に関しては地雷ダメを両方に対応してるからダメージギミックがあるじゃないですか、うん、でもそのダメージギミックでダメージを受けれないっていうのもあるし、ちょっと難しいかなっていうふうに思いましたね、うん、この辺が全部発動するのは。やっぱ底力っていうのはね、過去にも底力ワンパン系のやつって出てきたんですけど、その底力前提で使うっていうのはないっすよね、正直ね、うん、あんまないですね。なんで底力はやっぱ自強化系なんですよね、あさとみたいにね、うん、なんでちょっとここは難しいかなっていうところ、うん、で超バラやって枚数発動してってなって、まあ、ギリかな、ギリですよね。めちゃくちゃ強い SS とはちょっと言えないっすね。そんな理想なんて出せば誰でもいっぱい強いんだから、うん、っていうのがちょっと思ったところ、正直思ったところですね、うん、で、あとこれ自強化しないんですよね、うん、まあちょっとごめんなさい、最初マイナス点ばっか話して申し訳ないんだけど、ちなみにこれ理想火力出したらもうすっごぶる強いですからねマジ強いから、これだけはちゃんと言わせて、うん、理想にいかないだけで理想火力出した時の強さは半端じゃない、半端じゃないです。で、後でも結構どんどん評価上がっていくような話するんですけど、今先ちょっと悪いとこ言わせてほしい。自強化しないんですよ、うん、最近のワンパン系のキャラって、まあ、デクとかが当時その張り付いてドーンだったり、まあ、最近のサボとかね、ワンピースのサボとかもそういう系の SS だったんですけど、最近のやつ基本さ、走って最後止まったらボス格とか、走って最後近い敵に追撃とか、そういうのがすごい多いじゃないですか。ミカサアルミだと自分の周りとか、いろんな条件があると思うんだけど、張り付くピタッズドンズドンみたいなのあんまないんだよね。だから電磁系が最高なんですよ、あの電磁みたいなやつ、あの自強化でも強くて、自強化の部分終わったら追撃もクソ強いみたいな、だから電磁が強いって言われてるのね、うん、あれって自強化があるからなんですよね。あれマジで偉いんすよ、うん、なんで偉いかっていうと、電磁ってワンパンの SS っていうイメージがもうもちろんねついてると思うんだけど、自強化として使うっていう使い方もできるんですよね。で、今回のアザ超ベイで超バラだし超マインスイーパーだし、火力を上げる要素もしっかり持ってるから、自強化してくれたらかなり強いキャラなんだよね。でも張り付いちゃうから、その前のダメージって部分がないですし、そのワンパン系が使わないっていうクエストにおいてはただの死に SS になっちゃうんだよね。ただワンパン系を使わないって SS でも自強化の部分があるんであれば、自強化 SS として使うことができるんで、そこもちょっともったいないかなっていう、キャラをだと思いましたね。俺は本当にもったいないなというふうにありましたね。ただね、ちょっとアザチョーベっぽいんですよね。なんかこの強さを出すにはリスクを取るみたいな、もうこれはすごい好き、これはすごい好きです。アザチョーベはそう、なんかその強さを求めるためにね、リスクを課していくような原作でもあれがあるんで、なんかぽいなっていうふうに思った。でも俺のイメージはもっと底力ってところに全振りしてほしかったイメージでしたけどね。うん、だからワンパン系の SS っていうのはすっげえわかるけど、斧も最初しか使ってないし、うん、いやここはまあアザチョーベっぽいなっていうあれはありましたね。はい、ってな感じかな、アザチョーベに関しての性能はね。はい、じゃあ使う使わないの話をすると、ここ大きいです。こいつに関してはいっちゃん大きい、ダメオ転送でございますから。はい、光属性のアンチダメージオール、アンチ転送壁のところですね。もうずっと言ってる、うん、もう毎週言ってない、毎週言ってるよね、うん、マジで怪しいんすわ。で、最近それで、じゃあこいつが出てきたら、こういうのが出てきたらもうツモだと思った方がいいよって言ってたことが一つあるよね。超バランスのアタッカー出たねこれはまあ火力役でしょ、アザチョーベ。うん、でもうピースがピタッとはまるところがあってですね、はい、こいつ弱点ロスするよね。弱点ロスでザンザンザンズドーンじゃないですか、うん、リザ&ロイが防御ダウンプラス弱点効果アップなんですよね SS、はい、それ打った後に打ってみーよ、
加えて同じ光ダメを転送壁の部分にアーニャ、あれも SS 防御ダウンの効果入ってますよね。他にもまあいろんな効果ございますけど、いやこれはちょっと組み合わせでやばいでしょ。だから朝長兵衛は朝長兵衛だけで終わってない、本当に他の同じアビリティ持ってるやつとの組み合わせっていうので完成するキャラですね。めちゃくちゃ上がると思いますよ、倍率っていうかそのダメージ半端じゃない。さすがに相性のいいデバッファーが多すぎる本当に強い。でちょっと重めの SS 短縮要素って部分を見て、アーニャのバウンドチャージとかもあるじゃないですか、っていうの考えるとまあ強いでしょうね。マジ強いと思う。じゃああの加速だったりアクセラレーター状態になったりとかいう SS を持ってるダメを転送壁のやつが多いって中でスピードが求められるんじゃないのと、じゃあ自強化できないこいつクソじゃんって思うかもしれないですけど、一応ビレディが同じアビリティのところでランダ SS 持ってるので、それが使えるんであれば一緒にその止まっちゃうっていう、自強化が内系の SS でも使えるような仕様になってるっていう可能性も一応あるんでね、あってもおかしくないと俺は思うんですよね。だからそこと一緒に組み合わせた時のそのダメを転送壁っていうのがぶち込まれたらマジで強いと思う。だから一番なんかはっきりした未来がある、まあほぼ間違いなく来ると思うんでね、ここはさすがに怪しすぎるから。なんでまあちょっとそこで活躍してくれたらいいなと思ってますね。で一番直近のパターンで言うと近畿深淵のナユタですね。近畿深淵のナユタ、まあ今のところ、まあ、限定コラボっていうのがすっげえ回収されてるんだ。水の近畿深淵ではブーゲンアルファが回収されたでしょ。で火の近畿深淵ではまああそこはダルタニアンとアクアマリンかで、木の、近畿深淵に関しては、ミカサアルミンとロイマスタムでしょ。ってなるとそのどっち側に来るかだよね。限定でぶち壊す光闇のクエストになるのか、そのコラボの回収先として使う光闇のクエストになるのかでだいぶ違うんだよ。だから電波を張っといた方がいいのは、今火水木の近畿深淵の周回キャラがいませんと。来月多分光と闇来ますよねと、刹那とナユタが来るよねと、でそこのクエストで、周回をするかもしれないって人に関してはちょっと張っといてもいいかなと思いますね。闇の近畿深淵にはまるって可能性は全然あってもおかしくないと思うんで、俺個人的には天まで来てほしいですけどね。でも全然あってもおかしくないと思うから、まあそこかな。そこをちょっと見といたら、まあ引いた理由だったり今後引く理由っていう風にはなるかもしれないですね。ただまあこれも不確定要素なんで、ただこいつは不確定要素の中でもダメを転送っていうほぼ間違いなくハマるだろうっていうところで、アビリティを揃えてきてますので、まあここは引けたら嬉しいキャラの一体になってると思いますね今回もね。はい、ってな感じですね。はい、じゃあ まとめのお話をしましょうか。俺今回引きに行っていい、まあ引きに行っていいって思ってるまず人ですね。まあ鳥獣と重なってますからね、今回の全キャラの中で一番の当たりはヤクモですヤクモですよ。確実に。でヤクモキリンジですね。でヤクモキリンジと対抗できる、まあ対抗まではいかないですけれども、やっぱ当たりなのはガビマルだね。ガビマルはちょっとハマったら手つけられないと思うんで、まあ欲しい、持っておきたいと思うのはガビマルだと俺個人的には思いますね。時点で朝長兵衛、最後にサギリって感じかな。だと俺は思ってますね。確定要素の少ない、ハマるかハマんないかどうか分かんないけど、ハマったらやばいっていうのがガビマル側で、まあほぼほぼ間違いなくここのアビリティの対応したクエストは来るだろうな。でもハマったらライバルも多いから使われるか分かんないっていうのが朝長兵衛。だからこのどっちのリスクにかけるかっていうのでどっちを狙うか考えてもいいと思う。まあ選べないですけどね、今回ピックアップないからでもその2体はまあ引いたら嬉しいかなっていう。サギリに関してはハマったらまあ超強いと思うんだけど、ハマるクエストはだいぶ先になると思うんでね。その時にこいつが環境トップなのか分かんないですしね、このアビリティのところでね。まあヤクモがいるおかげでね、あのアビリティセットっていうのはそんなに多く出てこないと思うんで、ただ逆に言うとヤクモを超えなきゃいいと思って結構な性能もらえる可能性もあるから、サギリに関しては他に代用が出ると思うんだよな俺多分な。なんでまあいいかなっていうところかな。俺原作ではめっちゃ好きなんですけどね。はい、ってな感じですね。まあ、まとめで言うとそのお話。はい、じゃあ次は最後、まあ、まとめ2ですね。ガチャ全体のお話だったりコラボキャラの向き合い方のお話でございますと、はい、モンドリ来月ありますね。おそらくこのガチャを引くにあたってそのモンドリを意識しないって人はほとんどいないと思うんですけれども、まあ、モンドリで来る、コラボ毎年毎年熱いものが来てますよ。
うん、で今回に関してはね、近畿 EX のキャラがまあ観光殺法を放つというね、前代未聞のね、技を放っておりますので、まあそこも意識するとちょっとやっぱねちらついちゃうよね。シェンロンがちらついちゃうんで、まあ、どうなるのかなとは分かんないですけど、まあ、来る確定ではないですからね。そもそも俺があれを魔漢光殺法って言ってるだけで、まあ、全然来ない可能性もありますからね。言えば壁には張り付かないですからね、魔漢光殺法はね。こうこうだからね、このピョンピョンじゃないからね。あれはちょっとね、そうですね、あんま意識しすぎない方がいいかもしれないですね、自分で言ったものの。なんでまあ、もんどりで何があるか分かんないから気をつけましょうっていうのが一つ目言いたいところで、二つ目ね、これはね結構ねちゃんと考えた方がいい。最近さ、コラボキャラさめっちゃハマってないね。むっちゃハマってるっしょ。ほんとハマってるよね。ちょっと前だと、まあ、超究極でシオンハマりましたし、さらにその前だと、会長ハマりましたよね。白金会長がハマりましたよね、かぐや様コラボので。最近の近畿新鋭やばいよね。ミカサアルミン、ロイマスタング、いやいや使うとこないよって言われたやつらがもう根こそぎハマってるよね。だから今の段階で使うことないよってやつは、まあ結構ハマる可能性があってもいいのかなとは思います。はい、ここまでは否定しない、ここまでは否定しないけど、いやいやマイナス方向にも顔を向けてあげてくださいねって話です。うわーっつって最近コラボキャラハマってるなと、いっぱいいると思う。これ見てる人でも近畿新鋭の周回キャラいねえよと、いやミカサアルミン弱いって言われてたもんとか、ロイマスタングとかも代わりいるって言われてたもん、引いてないよ、じゃあ周回できないじゃん、結構こういると思うんですよね今回。これで周回できないよ、白金会長引いてないよ、ローレライアルファ出てきてよかったってなった人も結構いると思うんですよ。だから過去のコラボキャラを引いてなかったからね。で刷り込まれてます。今回ね刷り込まれてる。じゃあそんな人たちが取る行動って何って言ったら、あーコラボキャラこうなるかもしれないから引いとこうと狙われてます。コロコロされてる。これで、ね、コロっちゃってる。これはね危ない、この流れすごい危ないです。ね、毎回そうなんですよ。だからこの未来性将来性って言葉が生まれたのもこのフェーズがあったからなんですよね。交互に来てる、もう乱立してコラボキャラいっぱいべーで出す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 、あれ全然どこでも使えないやんみたいないっぱいいるみたいなフェーズがあって、その後に回収フェーズ、あー刺さったーっつって、あやっぱ引いときよかったーみたいなテンション上げる。でここの間で来てるコラボね、そのフェーズに入ってるから、あーハマるかもしんないハマるかもしんないって言って、はいガチャ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 ってやるんだよね。これ危ない、マジで危ないです。ほんと危ない。ちゃんとハマってないやつもいますと、これが強く言いたい。ハマってるキャラだけが今目立ってるよ、それはハマってるからね。ハマってないキャラが目立ってない、それはハマってないからね。じゃあハマってないキャラの話しましょうか。あんまりキャラ名を出してしまうとね、そのキャラが傷ついてしまう恐れがあるので、遠回しに言うんですけど、まあね一部ね割合効果がある SS を持っているんだけど、まあハマりましたよ爆絶で、初回降臨だけね、それ以降メモリーに吹き飛ばされるキャラだったりとか、一生懸命毒にしたのに、それ以降メモリーに吹き飛ばされるキャラだったりとか、あとは未来最高って言ってたのに全然まだ最高な未来が来てないやつとか、結構いますよ。ちゃんとハマってないやついますからね。だから今引こうとしているあなたが欲しいコラボキャラ、本当にハマるか分かりません。ここはマジで変わってないから。結局最終的に数値を出してみなきゃ分かんないんで、どれぐらいの確率でハマってるのってところまで考えてるならいいと思うけど、結局全部がハマってるって未来になったわけじゃないんで、そこはマジで気をつけてね。今回俺もこう高評価してるキャラだったり低評価してるキャラっていると思うんだけど、そいつがハマるかもしれないし、低く見てたキャラがハマるかもしれませんし、高く見てたキャラが今後ハマらないって可能性もありますからね。だからこの将来性っていう言葉の不安定さっていうのは変わってないから、それだけは覚えておいてほしい。これね分かんないで今のテンションだけで引くと冷静な判断ができなくなっちゃったりするんでね、なんでそこだけはマジで気をつけて引いていければなと思います。もう一度言いますが、来月はモンドリ、そして周年も3ヶ月ちょいで来ますからね。今年10周年ですよ、やばいですからね。はい、なので、まあ、そこまでの応募っていうのをこの辺りから管理しておかないと、それ終わってたら役物次の年式ますからね。一生引けねえじゃんってなるけど、どっかでは引くタイミング来るんですけど、そのタイミングっていうのをちゃんと見極めて引いていければなと思います。はい、ということで、今回も、ここまでのご視聴皆様ありがとうございました。まあ皆さんの意見もね毎回参考にさせていただいてますので、よかったらコメントに残していただければなと思います。そして最後にチャンネル登録高評価もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。